うん。ナンシュライフトーキング友達友達ガラガラガラ大丈夫かな友達よしとでございます。削れスクラッチチャレンジ第17弾かな。前回が、種まき編ということで、今回はこちらになります。ちびまる子ちゃんスクラッチバレンタイン編ペアマッチ。では、ルールは？左の A、B、C、赤枠の中すべてを削ってください。おのおのの赤枠の中で同じ絵柄が2個並べば当たり。絵柄がペアになれば当たり。その絵柄に応じて下の当選金が受け取れます。1等50万、2等1万、3等が500円、4等が200円。そしてバレンタイン賞。左の赤枠の中にハートが出れば、1個でも出ればバレンタイン賞で500円。今回は3枚削ります。では行ってみましょう。絵柄がペアになる。どんな絵柄があるの？あ、そうか。この絵柄か。お、一等？まず最初に全部1個だけ削って、僕に与えられたチャンスは何なのかと。一等か二等。おー、なるほど。なるほど。一等、来い！残念。これは何のマーク？三等のマークか。残念。じゃあ、二等、一万円。これが同じ絵柄なら一万円ですよ。残念。C。これも同じ絵柄なら1万円。残念。次。これもじゃあ片方をまず全部削って、2等、2等、2等、おぉ。2等、2等、2等。さあ、じゃあ C からいきましょうか。同じ絵柄なら2等1万円。残念。同じ絵柄なら1、お！マジ？来た！来た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 ！やばい！やった！来た！ハート！バレンタイン賞じゃない？やべえ！ありがとう。スクラッチの神様ありがとう。いやー来た。第16弾、あーもう何弾か忘れた。第16か17弾にして、出ました。ついにバレンタイン賞、ハートが出たので、5000円です。やった、来た、報われた。報われた。5000円。やべえ、ちょっと。やばい、もうここで終わってもいいんだけど、あと1枚あるからちょっと削りましょう。やべえ、これ自己ベストを更新したな。やばいやばい。1等まずね、片方だけ削ります。これは2等、そして2等。まず A からいきましょう。同じ絵柄なら1等50万円。よ、残念。B、同じ絵柄なら1万円。残念。C、同じ絵柄なら1万円。残念。いやもうどうもどうでもいい。はい、こちら、お待たせしましたということで、200円以外の当たりついに出しました。いやー嬉しい。1000円ですよ。もうこれは来たな。換金しに行こうぜ。ということで、はい、ついに
200円以外の当たりを出すことができました。次回、これでね、ハードルがぐんと上がったんじゃないでしょうかね。もうでももう当たる気がしない。これがピークかな、もしかして。ということで、男子ライフとスクラッチチャレンジ、お相手は友成よひとでした。おめでとう。またお会いしましょう。